皆さん、こんにちは。マーキーです。今回はエイム視野角という設定についてご紹介していきたいと思います。この設定は視野角の下にあるさらに表示を押しますと出てくるものなんですけれども、まあ、PC 版だとウォーゾーンからおなじみの設定なんですけども、コンソール版だと BOCW で初めて実装された設定なので、馴染みがない方もいらっしゃるかと思います。なのでね、今回こちらのエイム視野角についてメリット、デメリット、向いているプレイスタイルを詳しくお伝えしていきたいなと思います。早速紹介していきたいと思うんですが、このチャンネルでは COD 実況プレイのほか PC ゲーマーに役立つ情報を紹介しています。私マーキーを応援してくださるって方は高評価、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。まずはエイム視野角の種類からご紹介します。エイム視野角には連動と独立2つあります。まあ、初期設定では連動になっているかと思うんですけども、まあ、連動からね、説明をしていきたいなと思います。まず連動はどういう設定かと言いますと、まあ、自分が設定している視野角に応じてエイム時の視野角を変動してくれますよっていう設定です。まあ、簡単に説明するために今視野角を120にしているんですけども、まあ、この状態でエイムをしますと、まあ、画面が少しだけキュッとね、ズームされるだけで、そんなにね、多くズームされません。これはね、視野角が100だったとしても、80だったとしても、エイムした時にあまり大きくズームされないのが、この連動の特徴です。試しにデフォルトの80でもやってみましょう。今80なんですけども、まあ、こんな感じでね、80にしたとしても、そんなにね、大きくズームされないですね。これどれぐらいズームされるのかっていうのをね、私の方で調べてみたんですけども、まあ、設定してる視野角からだいたいマイナス15されます。つまり今120に設定しているんですけども、エイムした時の視野角はだいたい105ぐらいですね。連動には2つのメリットがあります。1つ目はやはりエイム中の視野角が広いところですね。とっさに横から敵が出てきたとしても、これだと対応しやすいですね。まあ、ここからね、来る敵とかに対して、こんな感じでね、出てきたとしても、まあ、ここでね、ここの敵、を警戒してたとして、ここからひょっこり出てきた敵に対しても、こんな感じでね、瞬時に応じることができるのが、連動のね、強いところだと思います。二つ目がね、ビジュアルリコイルが小さくなることです。まあ、これはね、視野角を80以上にしないとあまり恩恵が受けられないんですけども、まあ、リコイル自体は独立でも連動でもあまり変わらないです。ただ、武器の震え方とか跳ね上がり方は連動の方が小さく見えます。まあ、実際に、ね、見ていただいた方がわかるかと思うんですけども、まあ、こんな感じでね、今画面上にお見せしてるんですけども、まあ、跳ね上がり方が全然違うのが見てわかるかなと思います。で、デメリットが2つあります。1つ目は、エイム時に敵が小さく見えるので、視認性が悪いです。あそこにね、1つ木箱があると思うんですけども、こちら覗いたとしてもそんなにね、大きくズームされないので、まああんまりね、視認性が良くないかなと思います。まあなんでね、こちら連動使ってる時って、ね、どちらかといったら、近場の敵と戦う用の設定かなと思います。二つ目のデメリットとしましては、高倍率サイトを使っていると、連動は無効になります。まあ、つまりね、スナイパーとか高倍率サイトをメインで運用している人にとっては、あんまり意味のない設定かもしれません。おすすめのゲームスタイルとしては、高視野角でプレイしたい方、光線距離が、近距離か中距離の方におすすめだと思います。まあ、こんな感じでね、走ってると、高視野角だとね、かなりスピーディーに感じられるので、スピーディーなプレイをね、求める方には連動がね、おすすめだと思います。次に独立ですが、こちらはね、エイムをした時の視野角が必ず60になります。なのでね、今、視野角120なんですけども、この状態でエイムをすると半分の60になります。結構ズームされますね。まあ、従来の COD だとずっとね、この独立が採用されていたので、こちらでね、慣れているって方もいらっしゃるかと思います。独立のメリットは2つあります。1つは疑似ズームのように使えるところです。高倍率サイトをつけていなくても結構ズームされるので、アイアンサイトや低倍率サイトなんかの、まあ、見やすさが担保された状態で、その恩恵を受けつつ、まあ、よりズームして狙って戦いたいって時におすすめです。まあ、例えばね、この独立を使えばロングショットチャレンジって結構簡単に終えることができると思います。二つ目に視野角の設定に左右されなくなるところですね。まあ、ちょっと何言ってるんだろうっていう話なんですけども、まあ、結構ね、自分に合う視野角を探すために皆さん120にしたりとか95とか、まあ、エーペックスだと104とかがメジャーだと思うんですけども、まあ、こんな感じでね、自分に合う視野角を探していろいろ設定を試すと思うんですけども、まあ、こちら視野角を変えると結構ね、マウスの設定とか、まあ、パッドの皆さんだったらパッドを
倒しておく時間とかね、いろいろ変わってきます。視野角を変えるといろいろなところでね、設定を変えなきゃいけないっていうところが、まあ結構めんどくさいところではあるんですけれども、こちら独立にしておくと何がいいのかって言いますと、覗いた時の感度は同じです。ずーっと同じです。どんな視野角にしようと同じなんで、まあ覚えることが少なくなりますね。視野角を変えたとしても覗いている時の感覚っていうのはずーっと変わらないので、連動に比べて、体で覚えることが少なくなるので、非常にね、体への負担が少ないかなと思います。で、デメリットが2つあります。1つ目はビジュアルリコイルが大きく見えます。先ほどね、連動だと小さくなると説明したんですけども、まあ独立はね、逆に大きく見えます。まあ今ね、もう一回ね、比較の動画を出すんですけれども、まあこんな感じでね、独立だと結構大きく跳ね上がってるように見えるかと思います。二つ目はね、エイム中に近くの敵は見えづらくなります。例えばね、先ほど連動だと、ここからね、エイムした時に、このね、道が見えてたと思うんですけども、独立にすると、一切見えなくなっちゃいますね。近くにいる敵に対しては、この独立はね、かなり、不利になる状況が多くなるかと思います。おすすめのゲームスタイルとしましては、中距離遠距離からスナイピングプレイをしたい、後方支援に回りたいっていう人に独立は結構おすすめですね。ウォーゾーンみたいな遠距離戦が多くなる場合は、独立にした方が視野性が上になることもあるかと思いますので、おすすめです。私自身の設定としましては、光線距離はね、結構短めなので、まあ、ヴァンガードでは、連動をよく使っています。自分の得意分野や、マップに合わせてお好みで、連動、独立変えてみるといいかと思います。みたいな感じでね、今回はね、ヴァンガードにおけるエイム視野角についてご紹介しました。この動画が気に入ったよって方は、高評価とコメント、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。以上、マーキーでした。また次回動画でお会いしましょう。バイバイ。